よし、終わっちゃう。おう、わあわあわあ。はい、こんにちは、アスキデラックスです。今日はね、アルペンアウトドアーズさんが手掛けているキャンプ場に向かってますね。岐阜県にプレーオープンということでね、めちゃくちゃ楽しみです。しかもね、標高がね、1000メートル以上の場所にあるということで、星がめちゃくちゃね、綺麗に見えそうな気がするんですよね。でもこれ見てください、めちゃくちゃ雨なんですよね。しかも曇ってる、まあ雨ですからね、星は残念なことに見れないかな。これだとかなり期待したんですけどね。あとね、温泉の方もね、天然温泉です、入り放題みたいなんですよね。そこもめちゃくちゃ楽しみです。あと少しね、運転頑張ってきますよ。電源サイトよね、ここは。わあ、向こうのね、下の方もね、今着々とサイトの方増えていってますよ。この敷き詰められてるのは何なんやろ、これ砂かな。なんか砂利、かなり細かい砂利っぽいですね。これ汚れんからいいんじゃないかな。土じゃなさそう、水はけも良さそうにしてくれてますね。16、これ最高やん。これ何、これ、贅沢、めちゃくちゃ贅沢ですよ。これめちゃくちゃ高さあります。こんなに囲われてたら幸せやろ。これ
てこれ細かい砂利。これは水はけいいですよ。しかもねこういうのだと汚れもつきにくいですよね。めっちゃいいサイトやわ。これ贅沢やこれ。これ日だった。これめちゃくちゃ来た。これ絶対来るべきやわ。特に今。そしてねこれ、これまずね止めるとこ止めるのがありますね。ここに。これねでもね今気づいたんですけど、ちっちゃい扉があるといいんですけどね、出入りする。でかい扉が車用で、あと人の出入りできる扉がね、ちっちゃいのがあればね、本当はいいと思いますよ。さあ、車入れましょう。ほら足も汚れんしいいですね。これ使うか、長山さん。こっちでやる。今日はね、タープの方を張っていきますよ。久しぶりです。今日はね、なんか雨が降ってたんでタープ持ってきました。雨が止みそうですけどね。まあ、タープの開放感。久々にね、味わいたいと思います。ちょっとゆず、どこでうんこしたね。最悪や。びっくり。こんなとこでうんこすると思わなかった。うわ、足が。あずきたちの足跡ばっかりや。最悪やこれ。
さあ、タープの箱を貼れましたね。タープはいいわ、軽いし楽。鳥の鳴き声がね、めちゃくちゃ心地いいですね。しかもワンちゃんたちの自由、最高ですね。さっきから走り回ってます。使用感出てきたな、こいつも。だいぶかなり出てきてるな。このラチェットをね、刺すだけです。ほら、ありがたいのよこれ。ほんとこれいいんじゃない、かかんの。これで電子引っ張って、電子電子こっち向けた方がいいね。かけるだけやで、これは取れるよね。逆にしてます。よし、向こう側引っ張ろう。はい、設営の方できましたね。痛い。設営の方できましたね。ああ、いい感じですよ。このね、ベッドサイトの方、高さがかなりあるんですよね。高さがある分ちょっとね、自然の方が見えにくいですが、木の方高いですからね、周り。いい感じですよ。めちゃくちゃこれだったら案外大きなワンちゃんでもいけそうですよね。飛び越えれないんじゃないかな、これぐらいだったら。さあ、もうね、お腹も空いてきたんで、ご飯の方作っていきたいと思いますね。もうお腹空いた。さあ、今日の方はね、タイの石釜焼きになりますね。このね、大きなタイを使ってね、料理していきたいと思います。まずはね、塩とね、この卵白の方をあえるっていうかね、混ぜていくらしいです。さあ、卵白だけを取り出しましょう。切り目入っちゃいそうやな、なんか。私ね、よくこの失敗するんですよね。いけるかな。おお、いけたいけた。これでいいでしょう。よし、ちょっとね、切り身はもったいないんで飲んじゃいますね。ああ、腹減ってるからうまいかな。うまくはないな。よし、こいつも飲んじゃいますね、もう、うん、ああ。
よし、OK。ここに塩の方入れていきましょう。さあ、ここに塩の方入れていきますね。塩、まずは1キロぐらい入れちゃおうかな。どんなもんなの？塩こんなに使うの初めて。すげえ、うわ、こんなにも、うわ、混ざるかなこれ。というかこれちっちゃすぎる、これ入れ物が。これね、ちょっとね、あまりにもちょっと溢れ出てるんで、もうこっちのフライパンの方でね、やっちゃいますね。無理やわこれは。というかフライパンでやったらよかった、混ぜるの。ちゃんと塩の量もね、全然足りてないんで、塩の方追加していきます。これ混ぜるの大変やな、これ。卵白じゃないとあかんのかな。さあ、塩の方ね、こうやって引けたんで、これで固まるのかな。でもこれ、ここにね、昆布の方を引いていきますね。昆布の方をここに引いて、魚当たるようにね。そしてもう一枚は、もう一枚の前の昆布はこのお腹の中に入れるらしいですね。お腹の中に昆布ちゃん入れちゃいます。これ美味しそうですよね。そして魚の方、タイの方ね、乗せちゃいます。どんどんね、どんどん乗せちゃって、どこら辺がいいかな。尻尾の方はまあ焼けなくてもいいかな。ここにまたね、これ昆布の方乗せていきますね。昆布ちゃんを乗せて、そしてまた塩の方乗せていきますね。塩で蓋してやります。よいしょ。どんな味になるのか楽しみですね。こんなの食べるの初めてや。ていうか塩辛くないのかなこれ。そこがちょっとね、不安ですね。やっぱりこんな塩こんだけつけて、ほんと大丈夫これ。食べ物になるかなこれ。よっしゃ、いい感じやわ。オーブンでほんま焼く方法と、あとこのフライパンで焼く方法が載ってましたね。今回はね、こんなでかい台のオーブンがないんで、フライパンにしてみました。よし、ちょっとは隠れたかな、これで。隠れてくれたかな。よっしゃ、これでフライパンをね、火にかけていきますね。今回ね、道の駅で買ったファットウッド使ってみますね。これ本当はこれがあれば、この朝日もいらないんですけどね。一応朝日もしときます。よっしゃ、こんな感じかな。ね、こんな感じでね、カンナで削ったように作っちゃいますね。これでいいでしょう。これいいんじゃない？これ、うわ、このファットウッドが燃えてる燃えてる。ちょっと乗せちゃう、あまり良くないけど、乗せちゃいましょう。
くれましたね。よし、オッケー。よっしゃ。おお、あぶね。よっしゃ。美味しく炊けてください。よいしょと。よし、ここにね、ダッチオーブンの蓋の方置いてきます。で、閉まらんやん、全然。意味ないから。塩釜焼きの方ね、今火の方にかけましたね。あとはカツ汁の方を作っていきたいと思います。ゆりちゃんたちもね、もう今日は散々走り回ったんで、もうぐっすり寝てますね。あ、危ない危ない。うらやましい、こういうの嬉しい限りですよ。ほんとこのヘタみたいなの取って、この椎茸を入れることによって香りがね倍増しますからね。のきの方も入れちゃいます。そしてここにね、カンパチのアラの方を入れていきますね。よいしょ。よし、ここに水入れて火通していきます。ここにも、よっしゃ。ゆいちゃんたちのご飯できましたね。豚とお野菜のお鍋になります。さあ、かす汁の方にね、お味噌の方を入れていきます。っていうかね、これテイク2なんで、実はお味噌入れちゃってます。これめちゃくちゃ美味しかった。か、味噌入れる前からめちゃくちゃ美味しかったですね。カス入れただけで、この油かな、魚の。それとさっき、あの昆布ですね、昆布の方水で戻してたんですよね。それを使ってるんですけど、昆布の香りもめちゃくちゃ強くて、めちゃくちゃうまい。これ今までで一番美味しいんじゃないかなっていうぐらい美味しかったですね。楽しみです、こいつも。ご飯が進むくんですね。おお、うまそう、うまそうですよ。そういえばね、火が落ちてからやっぱり冷え出しましたね。全然違う、火が落ちてからは。おお、うまそう、このお焦げ、うまそうな香りしてますね。っていうか、これもういっぱいいっぱいやな。これこんな少なかった、今日少ないな。なんか1号か、これは。うわ、思った、思った。
よっしゃ、まあ、どう向き、こう向きや、あれ向き間違ってる、これ、まあ、仕方がないな。よっしゃ、揃いましたよ。あと味噌汁つぐだけです。うまそう。よし、カスの方いっちゃいますよ。カス汁、汁、汁、カス汁さん、魚も入れて、うまそう。これ最後に魚やろ、俺上に魚やろ、これは見せるために。よいしょ、よし、美味しそうですよ。さあ食べてきましょう。開けてってますよ、おりゃでね、もう隠れちゃってますね、タイちゃんは。完成ですね。さあ食べてきますよ。幸せモードです。いただきます、いただきます。よし、まずはお酒の方いっちゃいますね。お酒の月経感いっちゃいます。あー、もうお腹すきましたね。それではいただきます。あー、うまい、うまいね。すきっぱらで怖いけど。さあまずはこの鯛の方ね、掘り出していきますよ。見てください、ほらめっちゃいい音してるでしょこれ。もうカチカチですよこれ、びっくり。ここまで、よし割っちゃおう。おお、わわわわ、あちゃあちゃあちゃ、お、割れ、割れた割れた、ええ、わ硬い、かなり硬いですね。うわ、取れてきましたよ。おお、うまそう。ちょっと待てよ、これ塩を取る器取ってきますね。塩の方取ってきますよ。剥がしてきますね。おー、あー、目玉取られてる。目玉私大好きです。後で食べましょう。これって大丈夫、これ本当に熱々、めちゃくちゃ熱いですよ。しかもこれはちょっとずつめくりながら食べた方がいいのかな。ね、冷えないでしょこれ。熱熱熱熱熱い、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 めちゃくちゃ熱いです。これどうやって食べるの、これ。まずはこれ、粕汁の方飲んでいきますよ。粕汁うまそう。飲むと、飲む、食べちゃって、うめ、魚うめ。あー、うまみ、もううまみの塊やわこれは。めちゃくちゃうまい、やばい。あー、最高ですよ。カンパチのあられめちゃくちゃうまいです。これはやばい。これがやばいのか、昆布を戻した水が、あの出汁がうまいのか。うん、うん、さあ鯛の方ね、昆布の方は剥がしてみますよ。うまそう、うまそう、うまそう。これいっちゃいますよ。見て、この蒸されてね、ふっくらしてるんですよね、この感じは。めちゃくちゃうまそう。あー、うん、やばい。うわ、存在感全開。塩辛いのかと思ったけど全然そんなことない。しかもこの鯛めちゃくちゃ肉厚。あ、たまらん。この締めおがま焼きね、私が想像していた以上に美味しいですね。もうめちゃくちゃ塩辛いのだと
ちょっとね覚悟してたんですけど、めちゃくちゃちょうどいい、めっちゃうまです。これぜひやってもらいたい。これはこれ昆布の香りも美味しいのかな、タイの香りもねめちゃくちゃ生きてますよ。なぜかね甘じょっぱく感じるんですよね。不思議。ちょうどいい辛さですね。これはうまいわ。っていうかね、骨を取っておきましょう。ちゃんとね骨を取って食べちゃいますよ。甘い。そしてこちら、私大好き白和えですね。白和え大好きなんですよ。白和えとね、ウの花、あと何だったかな、イカと山芋の煮物かな、そのね惣菜が大好きなんですよね。いつもよく買ってます。安定のうまさ。そしてやっこになりますね。やっこがこれがまた美味しいんだわ。やっこってね失敗ないっすよね、ほんまに。まずいわけがない。これどこで食べてもうまい。あー最高やわ、やっこ最高。食べてたらねゆずちゃんがねもらえると思ってね起きてきましたね。もうもらいたくてしゃあないよ。うまっ。あらさあもうご飯の方食べれましたね。今からおやつの方焼いていきますね。視聴者さんにねリクエストもらったんで焼いていっちゃいます。みたらしの豚バラ巻きやっちゃいますよ。はい。そういえばねさっきからねめちゃくちゃ寒くなってね、これこのジャケットの下のライトダウンです。ライトダウンね上下着ちゃいました。中にもう寒くてね、しかもネックウォーマーもつけちゃいましたね。どんだけ大げさなんだって思いますけど、ここねやっぱりもともとっていうかねゲレンデなだけあってめちゃくちゃ寒いですよ。まあ周りもね雪が残ってたりしてましたからね。これは寒いわ、めちゃくちゃ寒かった、びっくりやわ。でもねそのおかげでめちゃくちゃ星綺麗ですよ。これは今日はいい絵撮れそう。星の楽しみですよ。うわうまそう。よしよしよし、豚バラ巻きだよ。おいしいよ。いい音してきましたよ。うわすげえすげえことになってる。あこれ逆や逆や、こういうのね逆に回していきましょう。すげえ来たねこれ。うわうわうわ、もうダメやダメや。うわ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 、めっちゃうまそう。でもうまそう。ほらゆずきちゃん来なさい。さあワンちゃんたちもね豚肉とお野菜のお鍋の方食べていってもらいますね。ゆずゆず、あずけあずけあずき、それ人のでしょ。ゆずちゃんは向こう。あかん。あずき、あずき、あずき。あ、こっち。あずきはこっち。そして私はこちらですね。肉巻き食べちゃいます。食べちゃいますね。食べちゃいますね。
なんか変な感じです。マジか、餅とろとろ。でもね、合うのかなこれ。なんか微妙な感じですね。今ね、たった今美味しく感じる時がありました。うまいかも。でもほぼほぼもうお肉なくなっちゃってます。ゆうちゃんでも完食です。ゆうちゃん完食、すげえ。今日早っ。ペロッチョいっちゃいましたこれ。あつきちゃんはね、なんだかよりごとめしてますねこれね。順番に好きなものから食べていってる派ですねこれは。もうお腹が空いてるから仕方ないから最後豆腐って感じです。でも最後は食べてくれそうですね。よかったよかった。ゆずちゃんね、もう寝床分かってるんですよね。もう長年これを使ってるから寝床に入ろうとしてますね、勝手に。もう寝たいんでしょうねきっと、お腹もいっぱいになったし。あずきちゃんもね完食してくれました。そして隣のゆずちゃんの残ってないか確認中ですね。すぐ寝れる、のび太くん負けへんぐらい寝れる。